なぜ人は円滑にコミュニケーションを取れないのでしょう。クリスさんなら、こういった心理、どう考えますか。Right. Welcome to の部屋今日はね、あのー、質問がラインで来ましたので、ぜひ答えさせていただきたいと思います。はい、ちょっと長いんですけど。クリスさん、おはようございます。いつも勇気と明るさをくださり、どうもありがとうございます。今日は告げ口と報告について知りたいと思いました。 A さんと B さんを仲良くしてほしくて A さんに必要以上に B さんが A さんのことを褒めてたよと言ってしま,うしまいました。また逆もあり B さんが A さんを褒めてたよとおひれをついて言ってしまいます。ですが A さんと B さんが私抜きで会うとお互いに私が言ってたようには見えない。私も過去に元夫に姑から明らかに嫌われ罵倒され、陰湿にいじめられていたのを知っていたのにかばってくれず、元夫がああ見えても姑は私を心配してるよ、娘だと思ってるよと言われていじめられても元夫の言うことを信じました。ですがコミュニケーションを取ろうとしても相手にされず、などの。 のをとてももと元とが言ってたようには見えませんでしたでも私ももとも相手に仲良くしてほしいために嘘または必要以上に言ってたんだと感じましたいいことばかりではなく逆のネガティブな言葉も私は A さんにも B さんにも報告のつもりで嘘偽りなく話していました多分一般的には告げ口とかちくりになってしまうんだと今気を向き胸,胸を痛めていました仲良くさせるところか余計に仲を悪くさせお互いの印象を悪くさせてしまったと深く自責しますこのような人間関係に疲れ果て45歳にして今の状態を得られたのだと思いますが私は母親に否定されて育ちました 褒められた記録は本当に一度もありません苦しみは今はもうありません,産んで生かしてくださったことにはとても感謝しています去年母親に電話で存在するなと言われて私から両親を断ち切ることができましたいくら親であってもお互いに合わない方だから合わないのだから合わない方が幸せだなと感じていますこの問題と二度目の結婚の10年以上がとてもつらかったのに麻痺してしまい脳遷されてしまい才能されてしまい未まだに強く影響ししくりが始まったつけ口が始まったのだと思います三度目の姑の結婚もとても早すぎたせいで親、別れ、子、別れしていない家に突ぎつぎ夢はいらない環境 シュート目のいじめで離婚しましまたですが、3度目の主人はまだ私を愛してくれると言ってくれ、また家に継いでほしいと願っているようですが、私にはそのように見えません。3度目の元夫もうつ病を患っていますので難しいです。私の今の気持ちは守ってくれなかった元夫への恨みがどこかにあるのだと思います。今でも好きですが、体の関係や姑も含めたまたあの暮らしは考えられませんただ単。ただただ元夫が健康に生きていってくれたら幸せです。今は元夫に別に好きな人ができたら辛いと思います。でも、 ななんんかそんなことを考えたくないし、考える必要もないのでしょうが、時々もととあって会話をすると、最初に書いた、告げ口、ちくり的なことを、私がしてしまうので、また、もともとするので、うつ病同士の私たちには良くない関係だと感じました。きっと、きっと、もととかで私に恨みが恨みや憎悪があるのでしょう。長くなってすみません。読んでくださったことを感謝いたします。クリスさんなら、こういった心理、どう考えますかなぜ人は、円滑にコミュニケーションを取れないのでしょう。告げ口をするのでしょう。どこに行っても性別年齢、国籍、構わずある問題だと、私は思っています。All right. well, first of all Thank you very much for sending me this message. 本当にメッセージありがとうございます。ですごいあのつらい思いをしていたようで、本当に I'm very sorry. b y のもっとよくしていきましょう。まず、この質問についてなんですけれども、僕は明らかに2つの問題っていうか、2つのトピックが見えるんですね。でまずは、 なぜ人はよくコミュニケーション円滑にコミュニケーションを取れないんでしょうかっていうのがあるね大きい質問でもう一つはですねその「ちくりについて」「つげ口」っていうのかなここでなぜこういうのをしてしまうんだろうでこれは自分でもあるしまあ元夫もしているとそういう状態だと思うんですねそれをちょっと2つに分けてあの質問を答えていきたいと思います はいですね、まずこの「ちくりをする」「つげ口」っていうのかなをするっていうのは脳の中のパターンにもう習慣になっていると思うんですね。なのでまああのどう,どうから来たのなぜこういうちくるつげ口をするっていう自分の習慣があるのかっていうとそれはもう脳の中のパターンになっている。でまあ、パブロフの 犬の実験みたいな感じで実際に脳の中にそれがしやすい環境になっていると思うんですね脳の中が。で「ちくると気持ちよくなる」っていうことが多分昔過去にあったと思うんでそれを何回も何回も何年か何十年の間やってくるとまあそうちくりやすくなる相手のコミュニケーションをとっている時きパターンになってるから。でこのパターンは ひょっとしたら賢くないパターンかもらだから約50日はかかると思うんですよで練習が必要で結構実践していかないといけないでもこの「チクルっていうパターンを直してもこの大きい問題なぜ円滑に人はコミュニケーションを取れないのかっていうのが直るか治らないかっていうと多分直らないと思うんですね。 どういうことかというとちょっと今から原因について話すんだけどこの原因があってこの元の原因がちくりっていうパターンで隠されていると思うんですよでこの原因を直すとこの上もなくなっていくんだけど原因を直さないでこのちくりのパターンだけを直すとまたこの原因が別のやり方で同じような感情を得るひょっとしたらもっと最悪なやり方を 本当に外しにくいになっちゃう外しにくい習慣になってしまうかもでその習慣によって自分の行動が変わってくるから人生は行動によって変わってくるよねで行動変な行動をすると大変なことになっちゃうなのでこの原因について話させていただければと思っておりますなぜ人は 円滑にコミュニケーションを取れないのかこれはですね簡単に言うと僕が思うのは英語があるからだと思うんですねちょっと一つ言いたいんだけど僕もこれを今学んでいるところですなので僕はこれをマスターしている先生みたいな感じで言ってるんじゃなくて自分も実際に感じていて自分も実際して実践して練習をして少しで。 間違いなく良くなってきているっていうのはあの感じています。でも完全に直しているわけではないので、そこだけちょっとね、最初に言わせてください。Right、で、なぜこの原因だよね。なぜ円滑にコミュニケーションを取れないのか。なぜ悪くなっちゃうのなぜこういう怒りとか、人間は、ね、怒ったりするの ななんで冷静に話さないの問題と感情をぐちゃぐちゃに混ぜてそれはエゴがあるからだと思うんですで日本語で「エゴ」っていう言葉はあんまり聞かないよね「が」っていうのかな日本語ででもサイコロジーとかを勉強すると、ね、心理学とかを勉強していくと「エゴ」っていうのは結構大きいキーワードなんですね でこのエゴがあるっていうことを認識するだけでかなり大きいショートカットヒントになると思いますかなりもう問題が確実に見えているっていう状態になれると思うんですよエゴがあるどういうことかっていうのをちょっと説明させてくださいあなたは魂なんですねスピリット あとはハートのスピリット。魂ですよね。で、この魂のあなたは、もうとってもピュアで、幸せで、幸せになりたくて。で、誰にも嫌なことはしない。したくない。誰にも傷つけたくない。誰にも嫌な思いを持ってもらいたくない。どんな人でも誰でも幸せになってもらいたいっていう、もう、ハート、 なんですよね。マジ。実際にハートなんですよ。愛なんですよ。それが本当のあなたなんですよね。これはみんな。すべて。愛なんですよ。で、これがセンターにあって、で、その周りにエゴがあるんですよ。で、エゴがついてて、エゴをちょっとサングラスをかけてるような感じなんですよ。 いわゆる視点見てるときにね、例えば赤いサングラスをかけると、レンズかけると世界が赤く見えるよね。でも赤いサングラスを外すと実は赤じゃなかった。そういう感じでエゴがかかってるんですね。で、エゴのサングラスをかけてると何かが起こると自分がアタックされてる。 って見えるんですよ例えば例えば僕が事務所に来てね新しいヘアカットで来たと。で僕のスタッフが「あ髪型変えました」って言うじゃん。英、ね、エゴがかかってると「こいつ俺バカにしてる」って思うんですよ。 で、そうなるとどうなるバカにされる。アタックされてるって思うと、まず、アタックする、動かない、逃げる。その3つの選択法しかないんですね。で、部下だったら多分僕はアタックするんですよ。お前さ、俺のバカにしてんじゃねえよ。お前できないやつだって。そこでまたエゴ同士の戦いが始まっちゃうんだけど、ちょっとそれを置いといて、でもそれは真実なのか。ただ単に、そのスタッフは、 髪型変えましたねって、実はかっこいいっすねって言おうとしてたかもしれないわけよ。わかんないわけよ。でもこのエゴのサングラスをかけてると僕がアタックされたって見えるわけよ。で、逆に、エゴのレベルっていうのもあるんですよ。で、エゴのレベルが深いと、例えば相手が、クリスさん、髪型変えましたね。超かっこいいっすよ。 で言っても僕のエゴのサングラスの度がすごいとこいつ俺バカにしてるって褒められてもバカにしてるって言うんですよこれがエゴなんですねエゴは自分がアタックされてるっていう思うようなサングラスですでですねこの中のハートの部分があるでしょうハートとこのスピリットの分とエゴは 永遠の敵なんですよでどういうことかというと実はエゴいいうのはないんですね僕たちがあるって思ってるから僕たちはクリエイターなんですよねクリエイター人間はクリエイターこういうパワーがあるでそのパワーが強くてエゴが本物だって思ったら 誰もそれを違うよって言ってくれないようなパワーを持ってるんですよ。クリエイターとして。で、僕たちがエゴが本当だって思ってる限り、本当なんですよ。でも、ハートは違う。スピリチュアルな部分、スピリットの部分から言うと。ハートは、エゴは真実じゃない。ただ単のイメージだって知ってるわけですよ。ハートは、エゴと喧嘩するっていうか、エゴがない世界なんですよ。 でも、エゴの場合は違うのね。エゴは、ハートが大嫌いなんですよ。なぜかというと、ハートがあってあなたがいてエゴがあるでしょ。エゴが生きてる理由は、あなたがエゴが本当だって思ってるから。もしあなたがエゴは本当じゃないって気づいて、ハートに行っちゃったらどうなるエゴが死んじゃうんですよ。世の中から 消えちゃうんですよ。だから、エゴは賢いのね。エゴは、エゴが実は僕はあなたなんだよっていうんですよ。で、エゴが本当に僕はあなただよ。で、あなたを信じさせようとしてるんですよ。で、ハートが ultimate enemy。もう、ハートに負けたら死んじゃうわけですよ。<え>で、 あなたはエゴが本当だと思って素直に聞いてるんですよ。本当は魂でスピリットなのに、本当は愛で心配すること何にもなくて大丈夫なんだけど、エゴの心配事を聞いてるんですよ。例えば、例えば、エゴがうまいのは、あなたは体だよって言うんですよ。あなたは体だよあなたは生まれてきて。 で死ぬあなたはこの体なんですよでも実際にあなたは体なの例えばこれは僕の手だよねこの例えば事故っちゃってとか手切ったら手がなくても僕生きてるわけじゃん逆に世の中には腕もなくてって,言って足もない人もいるんだよ体の部分もないとか本当に体なの体だよねそれしかないから エゴは体だよって言って入ります体にであなたはピュアでスピリチュアルね愛で体に入ったら幸せになれると思って幸せじゃないエゴがいや体に入ったら体で幸せになれるんだよここちょっと難しいんだけどちょっと聞いてで逆にエゴはでもあなたの体は良くないよって言ってくるんですよ あなたの体は幸せになる十分なレベルまで行ってない体だよってあんた体だよって言うんだけどあなたの体はダメだって言うわけよあんた太りすぎだよちょっとブクブクしてるじゃん、ね、裸を自分の鏡で見たらどんなに健康な人でもさどんなに体がフィットな人のもいやちょっと太りすぎだなって自分ダメだなって思うわけよこの体がダメだな体がだけだから自分がダメそんなのないでしょ実際に でも素直に思っちゃうわけよ。ちょっと太っちゃった。私ダメなんだ。で、エゴ上手いんだよ。ちょっと太って痩せるじゃん。そうするとまた引っ掛けてくるんだよ。痩せすぎだよって。痩せすぎだよ。だから、体では永遠に満足できないんですよ。幸せになれないんだよ、体では。で、歳もとるし、ね、老化するし、で、若い時を、 クリングして若い時になりたいっていう思いでまた不幸せがやってくるしだからこれがエゴのサングラスみたいなものなんですね、うん、で一つエゴの技をちょっと紹介したいんですけどエゴは質問を出すんだけど答えを永遠に見つからないような感じで仕掛けてきます search But never find、ね、結構さ古いことわざでさ「search and you shall find、ね」答えを探す道に出たら答えはあるっていうことわざがあるじゃないですかでもエゴは答えを探す,に探す道に出ても永遠に答えは探せない例えばなんでくりをするんだろう 探し出すでしょうでも何十年もやってると多分、ね、最初に作った時はどうだろうとか考えるわけですよ特にフロイドのセラピーとかだったらねいろんな心理学のセラピーのやり方があるんだけど結構トラディショルのやつは、ね、例えばフロイドとかはその過去に子どもの時に何かが起こったから自分を守るためにこういうなんていうのかな新しい パターンを作ってでそれが習慣になって大人でもってる残ってるんだってでそういうのを探しに行く旅に行くわけよ答えを求めてなんで,でだろうってでも永遠に出てこないわけですよその原因がでもっとストレートなやり方もあるのねで エゴは論理的に考えていくからでねこのさっき言ったサングラスエゴがサングラスなようでそのレベルがあるって言ったじゃないですか例えばね僕の部下が髪切って僕が入った時に「クリスさんその髪型新しいっすね」って言うじゃんそれだけ僕のエゴのレベルによってでそれを 俺アタックされてるってと取るか普通にコメント言ってるんだけだっていう判断ができるじゃないですか。エゴの,エゴのレベルによって変わってくるんですよ。どういうふうなリアクションを取るかって。で、エゴのレベルが結構かかってると全部アタックに見えるんですよ。自分をアタックされてるって。で、人は人間は エゴのレベル、エゴを外せていけるんですね。で、エゴのレベルがあると。でどういうことかというと、例えば、仏教の、チベットの仏教、日本の仏教、タイの仏教、ビデオ仏教のお坊さんとかは、エゴを外していく練習をライフワークとしてやっているんですね。エゴを外していく。 でやり方はですね大きく3つあるんですエゴを外す方法1つは瞑想ですで瞑想をするとどうなるかっていうと瞑想にもフォーカスを上げるエゴの考えのレベルの波動を低くするある悩みについての解決を見つける っていう瞑想の目的と瞑想のタイプもあるんですけど僕が言ってるのは普通の例えば呼吸にフォーカスする数を数えるなんか言葉を頭の中でずっと整えるあの言う <laughs> いわゆるこの間昨日あのチベットの仏教のお兄さんの,あの先生が YouTube でビデオをアップして。 簡単な瞑想のやり方ってあの脳の中におしゃべりするサルさんがいるわけよ。でサルさんがワーって言ってるとフォーカスできない。ね、でも瞑想は簡単なの。そののさんに仕事を与えればいいのよでそのサルさんに「OK 呼吸だけを数えて」っていうわけよ。で OK 分かったって言ってサルさんは、ね、それをやってくれるわけよ。でいろんな別のことを考えてね出てきたらサルさんサルさん呼吸に戻ってって。 呼吸だけにフォーカスするそうするとこの考え事が静かになってくるんですよ。でそうするとどうなるかっていうと不安を感じる時に、ね、普通だったらうわーってなってアタックされてるってなんだけど瞑想の練習をやってるとこれが落ち着くんで。 不安が来たあ今エゴが来て自分がアタックされてるっていう感情を真実だと決めようとしたなってで一つのスペースを感情と自分が決める真実自分が選ぶこの選択が楽になるんですねで。瞑想についてはもうちょっとこの後で。 お話しさせていただきます一つ目が瞑想ねエゴハツつ目は実践なんですこれも本当に仏教の人あのお坊さんとかがやってること例えば人と話すときに明らかにアタックされてるそういう時も起こらないそういう時も感情を耐えながら この人は僕をアタックしているわけではありません僕をアタックしているわけで多分何かのストレスがあって何かつらい経験をしてで本当は幸せを求めている愛が欲しいでもこういう行動をとってるんだで自分が「はんばれだわ」って怒りたいのをマスターしていくこれが実践的なやり方なんですよ。 で3つ目はお祈りするクリスチャンのお坊さんとかは神様にお祈りするホーリースピリットにお祈りするよくなるようにとかであの仏教の人たちもお祈りするよねランバンダランバンダラってでチベットだったらオンマネペメンメンアンゴマネペンメンアンゴマネペンメンアンゴマネペメアオンマネペメアオンマネペメンずっとお祈りし本当にそのエゴが外れて You know, the flower 花が咲くように、仏教の花,花があるでしょ。マデ、mud も汚い水から出てきても <coughs>、素晴らしいオニオンの皮を外すみたいに、素晴らしい宝石が中にある。<coughs> <coughs> 人間の人類のみんなのすべての生きている花が咲くように、<coughs> その瞑想、実践で祈るっていうのが、 まあ大きい3つのエゴを外していく方法なんですよで人が違うっていう理由みんな同じなんだよねスピリチュアルでハートがあってでも人が違うじゃん例えばこの A さんだったら何があってもすぐ怒るタイプでもお坊さんとかだったら何言っても全然怒んないダリラマとかそうだよねすごいよねね,ね なんでに違うの生まれた時から違うわけじゃん、うん okay。そこの生まれた時まで行くとちょっと多分このビデオオーバーしちゃうんでそこは行かないようにしましょう。ごめんなさい。でですね、ごめん。レベルが違うよね、エゴが。レベルが違うと。で、これ事実なんですね。あなたはクリエイターで、 自分の人生をクリエイトすることができるっていうパワーがついている人だ例えばお腹空すいたら食事を作ることができるで自分の気分によってハンバーガー食べたかったらハンバーガーを食べれる,食べれるわけですよおいしい料理作ろうとしたらおいしい料理を作れるっていうことが事実なので行動によって人生は変わってきますよね行動によって。 行動は。考え方によって変わりますよね。考え方を変えるのは何でしょう。考え方はどうやって変わる。まあ、一つのやり方は論理的にこっちの方がスマートで正しいじゃんっていうじゃん。 でもあることが起こっていると論理的に考えられないんですよ。何だと思いますそれは。何を論理的、何が論理的に考えるのをブロックしちゃうんだろう。そう感情なんです。感情なんです。エゴがついている時の感情とエゴのサングラスを外して現実を見ている。 時のの感情どのぐらい違ううと思う例えば僕のスタッフが「クリスさん髪型変えましたね」って言って僕の機嫌が悪くてもうエゴがいっぱいついてて「俺はアタックされてるっ」ってなったらバーって怒るでしょ。ですっごい嫌なこと嫌な思いをさせてですごい喧嘩になるかもしれない。そしたら僕のの仕事の 影響にも変わってくるしで彼が別れていくかもしれないし仕事にも影響が出てきて金銭的な面僕のキャリアにも影響が出てきてそれが家族にも影響を出すとこれが夫婦と相手ったらどうなるとこの感情が来てると賢いことさえ考えられなくなる俺が正しいんだ二人とも俺が正しいんだって言ってるわけ 私が正しい。私が正しい。論理的に話せない。エゴは大変なものなんですよ。だからこのあなたが今感じている問題、もし何度がゼロから百とあったら、これは何度百点の問題です。で、これ以上素晴らしい問題はない。 と僕は本当に思いますこの問題を解決するっていうのはものすごいことで人類もこれをやっていくもうグッドニュースはこれ気付いてたら必ずなくなる必ず良くなるんですよ、right. okay. でちょっとあの、まあ、考え方で行動が変わっていって行動によって人生が変わる考え方を 冷静に考えることを防ぐのは感情なのでエゴで感情的になっていると行動が人生が変わっていくと。うん、でもう一つ大切なポイントはそのさっきのパブロフの犬チクルっていうパターン習慣になってるでしょうエゴも習慣になるんですよだから怒りやすい人は怒りやすいんですよ で実際に脳の中にそういうパターンになってるんですよ電気が走るような道があってね。でポイントはね自分だけじゃなくてみんなそうなってるのよみんなそうなってるのよ。相手もこうなってるわけよ。 でこの問題の解決法なんですけどある時判断の時間が来ると思うんですよ。エゴベースとして生きるのかハートベースとして生きるのかエゴベースで生きると感情ベース 俺がアタックされててるっていうベースで人生を開いていいいくわけでしょでいいことならないわけよすごい難しいの自分だけが正しいと思ってる世界はでこの世の中とそれ真実じゃないからずれてて自分で人生をよくしようとしてもそのやり方だったら難しいわけよでもハートベースっていうのもあってハートベースのバイブレーション ハートベースの場所が世の中にも作られてる場所とすっごい合ってるのね例えばお金とか仕事でもハートベースで行った方がうまくいくんですよで恋愛もハートベースで行った方がうまくいくし仕事の仲間とのコミュニケーションもハートベースの方がいいし間違いなく世の中はハートベースの方がいいような有利になっている世の中なんだけど自分で作った方がいいんだって思ってるとそのハートベースと合わないから 苦戦してすつらいつら辛い,辛い思いを繰り返していくだからハートベースで生きていくかエゴベースで生きていくか愛をベースとして生きていくかそれを決断しないといけないっていう時が来ると思いますでもしですねハートベースとして生きていくって ということをお選びになりますとああの旅になります。でこれは自分とハートのお付き合いの旅になります。相手から愛を得るのが普通じゃん。でも そうじゃなくて自分のハートから愛を得るっていう自分のののハートとのお付き合いの旅になるんです、ね、だから相手から愛を求める私が正しくやってる私はハートベースで生きてるんだけどなんであなたはこうやって私が正しいのに愛をくれないのそういうのが来ると思うんですよひょっとしたら。 でも自分がハートベースで正しいって言ったらその愛とコミュニケーションを取るで実はその愛も話してくれるっていうかあ愛は本物なんで大丈夫なんですよ愛を信じていい、うん、でそのハートとコミュニケーションを取るっていう時間を増やすハートとコミュニケーションの取り方をまず学ぶっていう練習が必要になってくるんですね でこれはすごいあのちょっとあのまたやり方がいっぱいあってでもまずあのでまた別のビデオとかな本当にこれはまあもうトレーニングプログラムになると思うんだけどまあこのビデオで言えるのはとまず瞑想をするっていうのはマストなようなマストでできるならできればめっや,あのやってください。 瞑想はで瞑想は僕がさっき話したその呼吸を数えるとか、ね、ただ単に4秒吸って4秒キープして4秒吐いて4秒またキープして4秒吸ってってこういうボックスブリーディングっていうのがあるんだけどそれでもいいしまた頭の中でラン「ラーンラーンラーン」って言うだけ何も考えなくていい。でなんか あのああ別のこと考えちゃったって言ったら自分に怒らないで、はい、ラームに戻しましょうって言ってその15分、ね、15分それだけをやるこれは Transcendal Meditation というやり方なんですけど、まあ、多分やる前に説明書とか読んだ方がいいと思うんだけどなんか一つ自分にやりやすい瞑想のスタイルを、ね、時間をかけて見つけてで朝15分瞑想するであの午後とかサンセットの時間とかに あの食事の前とかに瞑想するっていうのを、まあ、1日15分2回やっていくとこのエゴがアタックされてるの本物だって思うときにいやこれはエゴだねっていうスペースを作ることができます。いやあでのはもう一つでそのもちろん実践っていうのもやらないといけないんだけど、えー、とそれをごめんなさいちょっとまた別のビデオで説明まあ,あのすごいちょっとね難しいんですよこの実践って。 っていうのも,でもできます、はいでね、もう一つのおすすめはマザー・テレサとかそういう人が書いた本を読んだりダリラマの本を読んだりとかティック・ナッハーンの人の本を読んだりとかあの愛が入っている本瞑想が入っている本とか、ね、スピリチュアルな部分のユ、ね、ニバースと宇宙がこういうふうになっているとかそういう本じゃなくて 愛があふれてる本を読む一日本当に15分、ね、で本当に習慣にして常に読んでるみたいな状況そうすると自然にその愛が増えてきますで僕がこの世の中で36年間の間一番いいなってで僕はあの仏教のトレーニングをちょっと受けてるんですね14歳15歳の時からあのお坊さんになりたくて。 で16歳の時に実際にお坊さんになろうと言って僕の大先生あの大好きなお坊さんの先生と話したら「クリス君お坊さんにならない方がいいよ」って言われてちょっとショックだったんだけどまあお坊さんじゃないとでもちょっとあの,あのちょっとした教育は受けてるんですよでちょっとアメリカでまあちょっと12歳から25歳までいたからちょっとクリスチャンのことも知ってるんだけど「奇跡のコース」っていうのがあるんですよ「奇跡の講座」 で日本語バージョンがすごいちょっと難度が高いんだけどこれが結構あのチベット教の仏教の結構最短のところクリスチャンの形で出てるんだけどクリスチャンでもないし仏教でもないしあの真実だと思うんですよ。クリスチャンになるのかなでもあの「君がダメだあなたは永遠に地獄に行く!」っていう感じじゃなくて「違う違う違う地獄」ってな,な,な,ないのよ。 ないんだよあなたは何にも心配すること大丈夫なのっていうような教育なんですよね。でここに毎日やっていくトレーニングとかもあるんですよ365個のトレーニングもあってで、えー、と結構その,あの,実践のやり方も教えてくれるの,、ね、そのひ人が変なことを言うとどういうふうに考えればいいのかっていうのもすっごいバッチリ入っててであともう一ついいのが世の中の仕組み神様についても 神様が何を願っているのかっていうこれ正直言ってこうやってビデオで話してるとなんか自分も変な感じがするんだけどやっぱりその世の中の仕組みっていうか愛の仕組みっていうかその事実があってでそれについても学ぶことができるなぜエゴっていうのがあるのそもそも誰がエゴを作ったのもし神様が何でもできたらなんでエゴを消さないの エゴが戦争とか苦しみとかパーバリーとか地球上の悩み痛いことのナンバーワンの原因でしょエゴが神様いたらそれ外せばいいじゃん俺の神様だったらすぐするじゃんなんでそれできないのというところ面白いところも結構カバーしてるんで「奇跡の講座」がすごい僕はいいと思いますこれは僕のナンバーワンです Right. まあ、あの少しビデオが長くなったとっいうかこれが一番長いビデオあの僕が一番長いビデオだと思うんですよ。で本当にあのこの、ね、なぜ人はこういうなんていうんだっけコミュニケーションが取れない円滑にコミュニケーションが取れないのか、ね、論理的に考えたら円滑にコミュニケーションが取ればいい。 論理的に考えられない感情が入ってくるとなぜ感情があるの自分がアタックされていると思っているのそれ自分じゃないよ。自分がそれ考えてるんじゃないよ。エゴを自分だって、エゴが言ってることを素直に信じている。まず、エゴがあるんです。欲を持つ。自分でやっていこう。誰にも頼らない。世の中に頼らない。 自分でやる。だから自分が正しくないといけない。で自分が間違ってるって言われるとムカつく。でも、あなたはそれではない。あなたは愛。みんな、ハート、スピリット、魂、光。はい。本当に見てくれてありがとうございました。 ぜひあのこれからもあの僕があの力になれることがあったら教えてください、私もこういうの、あのまだまだ勉強中で、ね、自分でも苦戦しているところがいっぱいあって、本当に人にこういう話をしていいのかっていうところもあるんですけれども、なんかこれでお役に立つことができたり、ちょっと楽になってあったらうれしいなって思っております。 皆さんどうもありがとうございます。また何かあったら、いつでも LINE で質問を送ってくださいね。公式 LINE が「@cris」で。ぜひ、YouTube のチャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。